どうも、クリズンです。それではね、今回から新しい実況の方をやっていきたいと思います。サイコブレイクですね。で、まあ、このゲームはですね、10月、23日に発売されまして、で、僕が収録してるのも、23日ということでね、買ってすぐ、実況を始めてる感じでございます。まあ、今回はですね、これはホラーになるのでしょうかね。だとすれば、初に近いですね。ウォーキングデッドとかね、あとバイオハザードだったりね、やってきましたが、まあその2本とかは多分ね、あんまりホラー要素の高いゲームではなかったんでね、こういうね、ホラー要素の強いゲームっていうのは、まあ多分初なんじゃないかなと思います。ではね、早速やっていきたいと思うんですけど、本当にね、初見で、しかも何もいじってないっていう状態なので、まあ、まずオプションの方からね、いじっていきたいと思うんですが、そうですね、日本語、字幕は表示する。あとは、OK。そうですね。まあ、ここら辺はね、ようわからんので、このまま行きたいと思います。明るさか。明るさちょっといじっちゃいますか？ちょっと明る、まあ、ホラーだからな。あんまり明るくすると、雰囲気壊しちゃいそうなんですよね。ただね、あんまり暗いと皆さんもね、見にくいと思うんで、まあ50だったんでね、まあじゃあ70にしましょうか。とりあえずね、まあこれで暗かったらね、また明るくするんで、あとは BGM、 これはね、まあ残念ですけどって毎回言ってますけど、そうですね、30ぐらいにしてみましょうか。はい。まあ、残りは100でいいですよね。よし。来ますか、早速。ちょっとね、僕は、実はね、苦手なんですよね、こういうゲーム。大丈夫なのか、ちょっとね、不安なんですけどね。あ、まあ、これはさっきいじりましたね。ホラーは好きだけどアクションは苦手。このゲーム本来の、恐怖に打ち勝ち生き延びろ。ほう。じゃあこれでいきましょう。サバイバルで。いやーねー、あんまり実はね、分かってないんですよね、このゲーム。まあ、海外版はですね、先に発売されまして、で、まあ、実況されてる方は言いますけど、僕は、全く見てないです。実況するつもりだったんでね。戦車応答、コード3、緊急応援要請、ビーコン精神病院です。こちら184、コード3、3分で行く。184、了解。すみませんね、お疲れでしょうが、署に戻る前に寄り道です。緊迫してますね、暴動ですか？刑事さんたちを拾う前に聞きましたが、大量殺人のようで、もう何台も現場に向かってます。大量殺人、患者を切り刻んだとかいう、イカれた医者の亡霊ですよ。ただの噂です。患者が失踪した事件は何件かあったようですが。何にしろ気味悪いですね。127、
124、応答してください。ジョセフ、今回の件と関わりは？どうでしょうね、当時の記録は隠されてますから。病院にいる各社、応答を。こちら184、カステヤノス刑事だ。現場の状況はどうだ？184、先に現場に到着している車両と。すごい珍しい名前ですね、刑事さん。おい、キッド、何かわかるか？まだ何も。でも現場に入れば全てわかるわ。あの女の人、僕の元カノに似てます。もう先に何台か来てますね。コネリ、本部に状況を報告しろ。ジョセフ、キッド、行くぞ。中を調べる。了解。よし、もうとりあえず 歩けばいいんですかね。全く操作がわからないですけどね。あ、分かりましたね、二人。とりあえずじゃあこの女性についていきましょうか。もう傘ぐらい刺してもいいと思うんですけどね。キッド、どう思う？雨で証拠が洗い流されるわ。でもやっぱ僕ちなみにね、PS4 の方で、プレイしてるんですが、かなり綺麗ですね。そう、このゲームがね、PS4 では初めて実況するゲームになりますね。もういいのかな。中に入ってみましょうか。血の匂いです。分かってる、気をつけろ。血の匂いはね、結構中を調べる。独特の。誰が来てもここを通すな。私も役に立つはずよ。まだ状況がわからない、バックアップを頼む。ねえ、しかもね、時間の経った血液の匂いっていうのがね、結構きついみたいなんで。聞こえましたか？なんか聞こえたね。あれ、走ってったけど。あ、走れた。大丈夫か？何があった？そんなはずは。まさかルビックは。ルビック、任せて。監視カメラで何か分かるかもしれません。ほう、ちょっと見てみますか。じゃあ、あ、ごめんなさい、ペンを落としちゃいました。ん？銃声？何の音？あ、銃声だ。警官が何かと戦ってますね。おお、何？何なんだ？何この人？おまだ大丈夫。これぐらいならまだ大丈夫。
ちょっとビクッとしたけどね。でもこういうちょっと怖い系のゲームは久々ですね。おお、いかついな。ナイフ刺さってる。え、何してんの。なんかこれは、あ、ここまでしか見れない。このナイフなんか抜けそうだけどね。これでも抜いたらこの人、この人はもう死んでんのかな。ね、よくこう何かが刺さってね。あ、何、あ、これで揺らせと。エルスティックを今ね上下に動かしてます。もうなんかこのシーンはね、トゥームレイダー思い出しますね。もうちょっと、もうちょっとだ。頑張れ、いけるいける、オッケー。ホルスターはしてるけど、あ、銃はしてないのか。え、どうすんの、こっからあの人のところに向かう感じ。それはちょっと怖いな。大丈夫か、何も持ってないけど。スニーク、あ、なるほど。これこいつのとこ行かないで逃げた方がいいのか、こっちに。おお、何、なんか上から死体がすっごいな。すごいな、ここは。ちょ、こっち行けないんだよな。行けるかな、これ。ダメだ、何も表示されない。やばい、叩いた。鍵か、クソ。大丈夫か、ドア叩いちゃったけど。あいつんとこ行かないといけない。え、あー、でも綺麗ですね。ちょっと、あ、どっか行った、あの人。よし、行くんなら今でしょう。あ、あ、やばいやばい、戻ってきた、戻ってきた。ちょっと待って、あ、やばい、バレた。ちょっと待って、やばいやばい。え、何。わー、でも行ける場所はそこしかないよね。ちょっとなんか拾えないの、武器。拾い方もよくわからないけど、よしよしよし、これはなんかこれかな。いや、何もなんか表示されるのかな、なんか拾えるものがあれば。いや、バレたよ、ちょ。ちょっと待って、でもあそこまで行っ
特になんか行けそうな場所なかったですけどね。俺が見逃してるのか？ちょ待って、もう一回あそこ行こう。鍵してあるとかいいです。あ、分かったかも。え、ここに入るとか？いや、でも上に、上の方だから登れないか、滑って。鍵か、クソ。鍵が必要なんだね。じゃあ鍵、これバイオハザードを作った方がね、このゲーム作ったんですよね。だからジャンプないんだよこれ。そのうちジャンプとかもできるようになるのかな。拾った。あ、何も表示されてなかったね。でもよし、であいつが戻ってくる前にあの扉に行けばいいんだ。あ、これ絶対見逃しちゃいそうだな。今光ってたのかな。大丈夫か、あいつ来ない。これ閉めた方がいいかな。あ、閉まってる。あ、何、上を取っていくの。え、あいつどこにいんの。いなくなってるよ。いや、こういうのが一番怖いわ。え、後ろにいるとか。やばい、来た。しかもなんでチェーンソー持ってんの。やばいやばい。逃げろ。やだやべ、おお、来てる来てる。まずいよこれ。おっと、待って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 、まずいまずい。やばい、これ出だしからこんなんじゃまずいっすね。ちょっと一瞬ね、僕今止まってたんですよね。ちょっと待って、これ今さ、ここ通ってなんか鳴らしたんすよね。何を鳴らしたのこれ。あ、もっと先か。あ、なんかあるね、紐。これ解除できないの。ダメだ、解除できないや。逃げるしかない。これ以上早く走れないのかな。あ、ダメだな、走れないね、これ以上早く。早く早く、さっきねちょっと立ち止まってたんですよね。もう、え、あ、この下に行くのね。おお、あ、何これ、自分で避けんの。マジか。うわー、